12ほどあるんだよね。その12の城を言える、言えないね。またちょっとね、はい、言いましょう。東の方から北海道にはありません。東北地方には一つほどあるんですよね、弘前城が。関東地方にはないんですよ、東京周辺にはないんですね。中部地方にはね、あの信州の松本城、それから犬山城、あとは北陸へ行ってね、残念ながら新潟県にはないんですけどね、うん、残念福井県にあるんですよ。福井県にね、越前の丸岡城というのがね、 あ、はい、ね、はい、あと今度は近畿地方、彦根城と姫路城ね、はい、中国地方では隣の岡山県にね、備中松山城というのがあります。あ、これはあの中国山脈の真ん中の方で高橋という町がありますね。あの後ろの山の上にあってね、下からは見えません。とこの松江城です ね、 松江城ね、今8つ言いましたね。あと4つ、3分の1がね、すべて四国にあってね、九州には一つもないんです。はい、四国の4つですけどね、愛媛県には2つあってね、伊予の松山城、松山城知ってるでしょ、有名だからね、それから宇和島という城がありますね、宇和島城、あとは土佐の高知、高知城、ね、丸亀城、はい、あれで全部で12が文化財のお城でございます。さあ、それじゃあね、その12の城の中でね、ちょっとランキングを言いましょうか。うん、地上からの高さ、この比較で言うとね、一番高いのは姫路城ね、ちゃんと書いてるか大変だぞ、はい、ね、いいですか。2番目は信州の松本城、はい、3番目がこの松江城ということになっております。それはね、大きさというかね、この太さですね、これは平面の面積で比較、あの測ります。これで比較するとね、松江城は3番目で、一番太いのが姫路城、2番は松江城です、はい、だから2番目にこれでっかいお城ということになるわけですね。大きいですよ、中入ってずっと大きいですからね。うん、だから古さでいうとね、今はこれは5番目です。うん、一番古いのはね、今のところ、福井県の越前の丸岡城というお城ですね。2番が犬山、3番彦根、4番姫路、5番が松江ということになっております。これはね、今のところで文化庁がね、一応登録ベースで言ったものなんですね。だからいろんな先生方には諸説あってですね、いや、あそこよりもこっちが古いというようなことをいろいろ研究してられてね、あるんですけどね、まあ一応登録ベースではね、今の言うことになっております。はい、それではね、さっきね、ここ話ちょっとしましたけどね、昭和20年の戦争が済んで敗戦になった時にね、全国に残っておったお城が12ほどあったんですよね。負けたけどね、戦争に12、国宝というのはね、法律が変わってないから全部国宝だったんです。その12の城はね、松江城も含めて国宝だったんですね。それがね、戦争が済んでからね、いろいろとね、文化財については見直さにあかんということでね、昭和25年に新しい法律ができちゃってね、国宝は一つもなくなっちゃったんです。チャラになっちゃったんで、国宝がないけど何か名前あげないといけんということでね、その代わりに肩書きを重要文化財という新しい用語ができて、それにしましょうということで、全部重要文化財になったんですね。松江城も重要文化財、姫路城もただの重要文化財なんですね。でもやっぱりね、国宝という名前が欲しいんだね。その法律の一つにですね、国宝に指定することができるという一項目があったもんですから、昭和25年の翌年の昭和26年に第1号で国宝に指定されたのが姫路城、でその翌年の昭和27年に国宝に指定されたのがね、3つありました。1つは松本、からあとは犬山、それから彦根、前の姫路と合わせて4つになっちゃったんですね。残念ながら松江城はその時にお呼びがなかったんです。ですからその時時点で日本のお城の中で12ほど残っているけど、そのうちで5つだけが国宝という指定を取ってますね。